教えてもらったんだけど、航空特殊無線ってのと陸上特殊無線とガス溶接。ちそうそう、でね、僕とんでもないもの見つけちゃったんだ。実はこのカバーを外したら、なんとマッチーの手書きメッセージが隠されてるんだよ。これは買わないと見られないし、持ってる人は絶対見てほしい。マッチーのファンへの感謝の気持ちがこもったメッセージなんだよ。さすがファン思いのマッチーだね。で、ここにはマッチーが通ってた中学校とか地元の群馬で撮った写真がいっぱい載ってるんだ。なんか子供に戻ってるみたいで、見ててすんごい癒されるんだよね。それとかさ、透明感がすごいよ。ちなみにね、ここはね、マッチーが通ってた中学校のプールなんだって。あー、足パシャパシャさせてていいなー。東京でも撮影してるんだけど、なんかこの日あんまり天気が良くなかったみたいでさ、でもそのおかげで大人の雰囲気がバンバン溢れ出ちゃってんだよ。ちなみに僕のお気に入りの写真はね、この写真のポーズやってみてもいい？どう？わかる？大人の感じでしょ？これで僕もマッチ。そんなマッチーの小学生の頃なんだけど、担任の先生によると、スポーツもできて勉強もできて真面目な子供だったんだって。でね、ここですっごい事実が発覚だよ。なんとマッチーは小学生の時にお友達と綱引きの全国大会に出て優勝してるんだよ。初めて出たのに日本一ってやばくない？やばやば。ちなみに大会の前日に体重測定があったのに、みんなでお菓子を食べようとして先生に怒られちゃったんだって。わかるな、ついつい手が伸びちゃうんだよね。僕もさ、もうすぐ発売する忍びせんべいがもう美味しくて、ちょっとお腹が空いた時ついつい食べたくなっちゃうんだよね。僕宣伝うまいでしょ？そうそう、でね、マッチーはこれまでスポーツをいろいろやってて、小学校の時は剣道で県大会に出場したんだって。インタビューの時に知ってたら勝負してたんだけどな。で、やっぱりマッチーイケメンだからさ、中学生の時すっごくモテたみたいだよ。その時は野球部だったんだけど、試合で他の中学校に行くと女の子たちから、うわーかっこいいって有名だったんだって。その時から有名なんてすごいというか、なんというか、すごいの上のすっごいだよね。うん、すごいの上のすっごい。でもね、とっても意外なんだけど、マッチー中学生の時大失恋してるんだよ。大好きな女の子がいて、ずっと仲良しだったのに急に冷たくされちゃって。でね、その時電話でしか話せてなかったから、ちゃんと顔見て話がしたいって思って走って会いに行ったんだって。で、それの何がすごいって、その走った距離が半端ないんだよ。15キロだよ。15キロも走って会いに行くって、いや、ドラマじゃん、それドラマじゃん。でもね、結局その女の子には振られちゃったんだって。で、ここで問題発生。イキオさん、勢いで15キロ走れたんだと思うんだ。だけど問題は帰りだよね。振られちゃって元気もなくなってるのに15キロを歩いて帰るってめちゃくちゃしんどいよ。僕みたいにさ、瞬間移動の術が使えたらよかったんだけど、そんな簡単な忍法じゃないからね。僕だってほとんど成功しないんだから。それで結局お母さんに車で迎えに来てもらったみたいなんだけど、普段はストレートに何でも言っちゃうお母さんらしいんだけど、その日はこんなところまでよく来たねってすんごい優しくしてくれたらしいよ。なんか振られちゃったのは悲しいことだけどさ、このお母さんの優しさがあったから今笑って話せてるんだろうね。で、そんなマッチーがどうやって芸能界に入ったかなんだけど、まず高校でダンスを始めたんだって。それで大学でもダンスサークルに入ったんだけど、そこである人との運命的な出会いがあったんだよ。なんとびっくり、同級生にメッチー
ぱ才能があるからさ、スクールに入ると結構早くエグザイルのサポートダンサーに選ばれて、さらにオーディションで2000人の中から劇団エグザイルのメンバーに選ばれたんだけど、舞台の公演中にアキレス腱を切る大怪我をしちゃったんだ。その後ジェネレーションズの候補生にも選ばれるんだけど、また別のところを怪我しちゃって、あー聞いてるだけで僕も痛くなってくる。だけどさ、こういう経験があったから今話題のドラマとか映画に出てくださいってオファーがたくさん来る俳優さんになってるんだと思う。そうそう、マッチーのおじいちゃんの話もすんごい面白かったからお話しするね。マッチーのお友達はおじいちゃんのことをジャック・スキラーって呼んでたんだって。なんでだと思う？みんなわかんないかもな。実はね、パイレーツ・オブ・カリビアンのジャック・スパローから来てるらしいんだ。え、そうだと思った？じゃあさ、じゃあさ、なんでジャック・スパローから来たんだと思う？これは誰もわかんないと思う。おじいちゃんは艦隊をしてたんだって。それが海賊っぽいからっていう理由なんだけど、ジャック・スパローって艦隊してない海賊なんだよね。これはわかんないよね。でね、ジャック・スチローはすっごい厳しいおじいちゃんだったんだって。車のさ、ラジオのアンテナあるじゃん、あの先に黄色いニャンニャンマークがついてる紺色の車に乗ってたらしいんだけど、マッチーとお友達はその車を発見したら、やべえ、ジャック・スチローだって逃げ回ってたんだって。あー逃げろー。ちなみにマッチーは小さい頃、そんなおじいちゃんやおばあちゃんと一緒に時代劇をよく見てたんだって。しかもおもちゃの刀とかでチャンバラごっこもしてたらしいんだよ。あれ、そのチャンバラごっこってきっと忍者も出てくるよね。ちょっと待って、ということはこないだのりょうくんもだけど、まさかマッチーも僕に憧れてるんじゃないの？わー、それなら会った時に言ってくれたらよかったのに。まったくもうみんなテレ屋さんなんだよな。あ、そういえばマッチーの目すっごいキラキラしてた。そっか、あれは僕への憧れの眼差しか。いやー参ったな。あ、そうだ、みんなもし僕が知らないマッチーのイケメンエピソードがあったらコメント欄で教えてくれない？もっともっとマッチーのこと知りたくなっちゃった。というわけで、これからイケメン情報をいっぱいお話ししていくから、またシノミーの部屋